岩瀬バイパス、岩瀬バイパスとは、国道50号の茨城県桜川市の区間のうち、同市桑田地内から上場地内までの岩瀬、市街地北部を迂回しバイパスする区間である。開通以前は、水田が広がっていたが、開通後は、ロードサイド店が出店すると新たな市街地化が進んだ。なお、 途中の歩道部分は4車線化された時に、石章の道として整備され、地場産業の一つである石材業を活かし、地元作家などのモニュメントが展示されている。また、茨城県道、栃木県道41号筑波町子線バイパスが交差するが、県道側のバイパス名は、通過集落から犬田バイパスと呼ばれている。 桜川市上野現地日田の上野沼交差点から、同志町方の県道216号を言わせ、二宮線交点までの約 2.5km の区間と桜川市上場の旧道交差点から同市、下部までの約 4km の区間も一応バイパスであるが、こちらは1963年から1970年の国道55一次改築で開通したものである。 これは、岩瀬バイパスより、以前の別事業であるため岩瀬バイパスと呼ばれることは、なく、また、設計の古さを感じる対面通行の道路のため、バイパスであることを知っているのは、地元の老人くらいである。また現在、北関東自動車道の建設に伴って、桑田地内の旧道交点の筑成市側に、桜川筑成インターチェンジが開設された。 インター取付道路付近は、原動拡幅区間となり、岩瀬市街地方面へは2008年3月28日に、4車線化されて、岩瀬バイパスに接続しているほか、上野沼交差点方面へも、桜川畜生インターチェンジ関連事業として、現在進行型で、拡幅整備が進められている。ありがとうございます。